はい、皆さんこんにちは。今日はですね、私が初めて大型免許を取るために試験場に行った時の話をします。で、私がですね、大型免許をですね、取得するのに一発技能試験というのがあるんですが、今でもあるんじゃないでしょうかね。まあ、わかんないんですが、多分今も一発技能試験、まあ学科免許じゃないですか、普通免許持ってれば。で、まあ普通免許を持って、で、2年だったかな、2年間、その、まあ経験があれば、一発試験、大型自動車は、一発技能試験を合格すると、大型免許が取得できると。いうことでね、私22だったのかな。ちょっとその辺が定かでないんですが、普通免許を取得してですね、2年経って行ったんですよ、試験場に。で、その前に4トンとかで、4トンの貨物に乗って、練習とかしてたんですね。うちの兄がいるんですが、その兄が4トンの平ボディ乗ってたので、それを、まあ、たまにですね、乗らせてもらって、まあ4トンとか乗ってたんですね。で、ほとんどないんですよ、経験がね。トラックの経験ないんですが、まあ4トン車。4トン車を、まあそこそこ運転できるようになったので、で、一発試験に行ったんですね。で、その時ですね、まあ最初のですね、適性検査まで行かなかったんだ。まあ、窓口で受付をしてもらうんですけれどもね、窓口に行って、普通免許、まあ、免許証見せて、こういう経験がありますよ、と。で、まあ、その時にですね、窓口の方で、運転経験が足りないと。あと1ヶ月、2ヶ月だったかな。ちょっと忘れてしまったんですが、1、2ヶ月だったと思うんです。で、なんでだよと、まあ、恥ずかしかったんですが、聞いたんですね。そしたら、あなたは、運転免許停止期間があるでしょと。60日だったか30日だったか忘れたんですけどね。まあ、若い頃ですね。よくバイクでね、捕まってたりしたんで、スピード違反とかね、免停とかになったんで、で、その免許停止期間中は経験に含まれませんよと。ああ、まあ確かにそうだなと。で、まあ30日足りないだとか、60日足りないだとか、まあ窓口で言われてですね、そこそこと家に帰ったと。まあね、恥ずかしかったですよ。恥ずかしかったですよ、もうね。後ろにも並んでるわけじゃないですか。普通免許だとか、原付免許だとかね、他の免許の更新だとか、いろんな人がいるわけですよ。そんな中で、あなた、停止期間があるから、大型免許を受けられませんよと。要するに、門前払いを食らいました。でね、1500、申請料がね、その当時、もうね、30年ぐらい、前の話なんですけどね。
でね、確かね、申請料がね、1550円。で、1550円の、あと技能試験をするのに、なんかね、貸台車料確かね、500円だったと思うんですけどね。で、まあ、多分2050円だったかな。2050円で、一発免許が、受けられると。まあ、その、免許を受ける、一発で受かればですね、2050円で免許いただけるんですよ。あと、免許取ったら、受かりましたら、あと免許証代かな。誰か2000ぐらい受かった時に必要だったように思います。なのでね、一発試験に行ったらですね、本当私まあ3回で受かったんですけどね、実際は。でまあ30日から60日経ってその後に行ったわけですよ。で、3回目に受かりましたと。なのでね、6000、7000、まあ、8000ぐらいで免許証、大型免許を取得できたということですね。で、当時ね、自動車学校に入ると、確かね、大型免許でね、10万だったかな。10万数千円だったような、覚えがあります。でね、2週間だったかな。2週間教習所に行けば、で、教習所卒業してれば、技能試験が免除ですよね。で、なので、まあそういったところでね、まあそれでも教習所に行けば、ほんとね、10万はいるわけですよ。今だったら30万ぐらいいるんでしょ？もう30年の間にもう3倍ですよね。30万と。30万かけて大型免許が欲しいかなと。まあ欲しい人は欲しいんでしょうけどね。まあ大型トラックに乗って仕事する人は。まあ今なんか貸し付け、なんか補助金制度みたいなのがあるんですかね。ちょっとわかんないんですが。たまにね、地元のコマーシャルでそんなことを言ってますけど。まあそんななんか補助金制度だとか、まあ運送会社によって、うちの会社は免許取得制度がありますよみたいな感じで、ある求人見たことがありますね。まあどうせなら自分の力で取りに行こうよと。なかなかね、会社にね、お金出してもらうと辞められなくなるんですよね。そこがブラックな会社だったら、じゃあ補助金返せよということにもなりますからね。まあ、その辺のところはまあ入社時によく聞いてやった方がいいのかなと思いますけど、まあ私がどうやってっていうか、まあ試験内容、一発試験のもう30数年だから少々忘れてしまってってますけどね。まあどんな感じだったかなというのもまた音声ではありますけれども、動画にしてお届けしようかなと思っております。それでは今日の動画は以上になります。皆さん安全運転で行きましょう。